キウイやイチゴ、みかんが丸ごと入った白あんのフルーツ大福に、あんことコラボした今年話題となっているイタリア発祥のスイーツマリトッツォ。あんこ好きにはたまらないイベントが札幌市内の百貨店で始まりました。フルーツ大福を6種類はい、あんこ好きで初日に来ました。会場ではマスクをしていても甘いいい香りが漂っています。ご覧ください。焼きたての長さ30センチほどあるフランスパンに詰められているのはあんこです。その量なんと150グラム。一般的などら焼きのあんこがおよそ30グラムということですから、これ一つでたっぷりのあんこが楽しめます。会場には道内道外から集まった人気のあんこスイーツがずらり。こちらはこんがりさっくり焼き上げた特製のパン生地にしっとり滑らかなこしあんを入れた百両あんパン、そして濃厚な粒あんとホクホクの栗を使った京都の老舗和菓子店の栗羊羹です。中でも人気なのは名古屋のあんこスイーツ、弁財天のフルーツ大福です。いちごやキウイ、マスクメロン、イチジクなど旬のフルーツを牛皮と白あんで包み込んでいます。自分で切って断面を楽しめるのも人気の理由の一つです。初めてでも綺麗に切ることができました。いただきます。うん、イチジクのみずみずしさを本当に存分に感じられます。で、ほのかなフルーツの爽やかな香りとともに白あんの優しい甘さもあって美味しいです。そしてこちらのクッキーも、クッキー生地に挟まれているのはチョコでもなくクリームでもなくあんこなんです。うん、粒あんなのでお豆の食感もしっかりわかります。クッキーの生地は塩気が結構効いてるので甘さとよく合います。古いものから新しいあんこまで、そういうような形でそういうものをいろいろ取り揃えようと、そしたらこのコロナのちょっと厳しい中でもお客様は気楽な感じで足を運んでいただけるんじゃないかなと思って、こういうような催しを主催させていただいております。あんこの魅力がたっぷり詰まったあんこスイーツのイベントは今月28日月曜日まで大丸札幌店で開催されています。